皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2023年11月の21日、13時57分、以前の動画や今日 YouTube でアップロードしたその指の裂傷について、神がかり的な力で、攻撃されている部分を、指摘してるんですが、それと今まで、神がかり的な力でその肉体を破壊されてきたっていうその実例、実際もう宣言、半年ぐらい前に宣言されていて、左側の肺に穴開けられたりだとか、まあそういったことが実際あったんですけども、今日の、サッカー日本代表の人たち、日本時間で、23時45分くらいからキックオフシリア戦あったと思うんですけども、それも私は取り組むって言ってましたけども、訂正します。有給休暇ということで、対応してください。別の方たちで対応してください。で、私を巻き込まないでください。もちろん翌日の、日本時間で言うと、1時過ぎ、さすが2時まではかからないとは思いますけども、とにもかくにも、私を巻き込まないでください。もうその時間帯無理ですから。誰か、淡井圭介以外の人間を代役立てて、淡井圭介を巻き込まない。代役を立てた人間が淡井圭介の力を取って、現地へ供給するのは、それはなし。有給休暇といったら有給休暇ですから、絶対巻き込まない。こういうことで、ご対応のほど、皆さんよろしくお願いいたします。最初の初戦で5点取ってた意味っていうのが、結局、後でなんとなく生きてくるんじゃないかなとも思います。もう、代役、あと、それと、こう、しっかりと言っていて、それでも今日の晩もしかしたら巻き込まれるかもしれない。だからその時はその時でまた明日状況を伝えます。で、それもみんなで対応してもらえませんか。無理です。本当に。もう殺されかかってますね。河川水門開閉式玉打ちの撮影しに行った19日、もう睡眠時間4時間ぐらいで、次の日もそれぐらい。で、その撮影しに行ったその前の日とかもあんまり寝てない。その睡眠時間が5時間ぐらいとか。そういう日が多すぎる。何が本当に一番大事なのかっていうことを、皆さん、しっかりと考えて、対応してください。だからもう今日はね、安全のお祈りしてないんですよ。で、それ、ちゃんと皆さん、現場の人たち、理解して、行動してもらえますか。だから、その、指の裂傷に関して心当たりが両方ともあるんですよね。その、天の神様への安全のお祈りをしていたからそうなったのか、してなかったからそうなったのかっていう部分と、ちょっとコンピューターの作動の仕方がかなり複雑で、けどある程度のところで、本当のところは、科学業界とか、行政とか悪いっていうことはしっかりと分かってますんで。で、これ記録つけてなかったら、だから公認、その、スポーツの勝ち負け、本当に誰か担当者、正式に発表してもらってね、対応してもらわなかったら、もうこちらも身が持たない、本当に。以上です。皆さんご対応のほどよろしくお願いいたします。